イングランドの女子サッカーにはカップ戦が2つあること皆さんご存知でしたかウィーミンズ FA カップっていうのと FA ウィーミンズリーグカップっていうめちゃくちゃ似た名前しかもねどっちも現在進行形で開催されてるんでさらに紛らわしい状況になってるんですけれどもこのね2つのカップ戦何が違うのかどう違うのか調べてみたら結構面白かったんで今日はですねこのイングランドのカップ戦2つについて、まあ、違いだったりをね見ていきたいなと思います まずですね、この2つのカップ戦の大きな違い、ざっくりと説明すると、ウィーミンズ FA カップの方はですね、イングランド中にある女子サッカーチームが集結してナンバーワンを目指すという形なので、日本で言ったらね、皇后杯的な存在かなと思います。FA ウィーミンズリーグカップの方は、日本で言ったらウィーリーグカップ的な感じで、イングランドの中でも上位のリーグのみが参加する、もうちょっと限られたカップ戦となっています。じゃあ一つずつね、もうちょっとじっくり見ていきましょう。で、まずウィーミンズ FA カップの方ですけれども、こ ですねもともとあのバイタリティっていうね文字を見た方がこうピンとくると思うんですけど、えー、2023年からねアドビがスポンサーになったみたいで私もね動画編集とかでお世話になってますけれども名前もアドビウィーミンズ FA カップっていうことになってるらしいです、まあ、でも公式名称はねウィーミンズ FA カップっていうことなんでしょうねこういうふうに書かれてるってことはスポンサーが変わるとねここの名前も変わってくるとで男子の方でいうと多分これエミレーツ FA カップっていうやつに該当するんだと思いますでねこのカップ戦はですね1900、えー 1970年に設立されたやつで、えー、参加チーム見てください456チームとものすごい数ですそんなに女子サッカーチームあるんだって感じするんですけどイングランドの女子サッカーはですねすごくディープまで行くといっぱいチームがあるみたいでベックバックス FA さんっていうウェブサイトかなこういうピラミッドのね え、図を作ってくれてるんで、これがね、わかりやすいかなと思うんですけど、イングランドの女子サッカーのチームっていうのはですね、こういう風にピラミッド型でリーグを、こうなんていうんですかね、レベル分けしていると。まあ日本でも、ウィリーグ、ナデシコリーグ1部、ナデシコリーグ2部、 で、地域リーグっていうんですか、そういうふうにあると思うんですけど、イングランドもそうなっていて、もっとね、イングランドの場合は、えー、階層が何層にもなっていて、一番上がよく見る、皆さんご存知のスーパーリーグ、そしてその下がね、チャンピオンシップって感じで、こう、どん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 あると。で、このね、ウィーミンズ FA カップっていうのは、この階層のかなり下の方のチームから参加していると。とはいえ、全部平等ではなくて、一番下の方のチームたちはですね、まず予選ってものをやって、その予選がですね、どうやらね、今年はね、えー、9月とか10月とか、それくらいの時期、 一次予選的な試合の様子が載ってますけどもたくさんの予選が繰り広げられていたとまあお祭りって感じですよね。 参加するととにかく楽しそう。で、まあ知らない名前ばっかりですけど、私ね、唯一知ってるチームがあって、モンキーっていうね、DJ の方がいて、この方はね、ディフェクティットっていうね、海外で結構有名なレーベルにも所属している、音楽や,やりつつサッカーもやってるみたいな、割とこう、すごい理想的な人がいるんですけど、まあその人が所属してたチームがね、ダルウィッチ・ハムレットっていうのかな、このチームなんですけど、さっきのピラミッドで言うと、もう一番下ぐらいのところに所属しているチームらしいんですけれども、このね、チーム名で、このページ検索してみると、 そういうチームもね、こうやって参加してるっていうのが分かりますね。ということで、かなりね、マイナーって言ったら失礼なのかもしれないですけれども、そういったチームが参加していると。予選の後にはね、ファーストラウンドがまずあって、これがね、11月の12日にあったと。えー、セカンドラウンド、そしてサードラウンドとどんどん進んでいくと。で、あの、ピラミッドのね、下の方から徐々にだんだんと加わっていくみたいな感じですね。で、フォースラウンドが、 え、1>, 1月14日から始まるということで、そろそろ始まる感じですね。で、ここでね、スーパーリーグのチームとかが入ってくるので、えー、皆さんもご存知のチームがね、たくさん加わってくるという段階です。まあ、最終的にはね、やっぱり日本の皇后杯みたいにね、えー、スーパーリーグのチームが勝っていくパターンが多いと思いますけれども、普段、あまり試合を見たことないようなチームも参加してるんでね、そこが面白いポイントかなと思いますし、下克上的なことも起こる。 可能性があるんでね、その辺もやっぱり見ててワクワクするんじゃないかなと思います。決勝戦はですね、5月の11、12あたりに決勝戦があるということですね。で、これまでの勝者、どんな人たちがいるのかですけれども、一番左が優勝で、2番目がね、準優勝だと思いますけれども、こんな感じでリストが載っています。サウサンプトンっていうね、チームがかなりこの昔はね、連勝してたりとか、 でね、最近になると、アースナルがね、すごい多いなと思いました。でね、あの、ちょっと前にウエストハムの動画を作った時でもお見せしましたけれども、ウエストハムがね、なんと2018、19シーズンで準優勝してると。で、シティはここ何度か優勝してるんですね。で、最近はチェルシーが優勝してることが多い感じですね。 意外とね、耳馴染みがちょっとあまりないようなチームもこういう風に入ってきてるんでね、今年もね、まだどうなるかわかんないなと思いますね。で、えこちら Google の画面ですけれども、直近の試合はね、こんな感じになってます。割と知ってるチーム対知らないチームみたいな。 ナシティとダラム、ちょっと私、あんまり知らないんですけれども、そういったような対戦カードがあったり、あと、このね、チェルシーとウエスタハムとか、ちょっと気になりますよね、前川さんがもし出たりしたらね、日本人がたくさんいる試合になるかなと思います。もう今週末ですね で、もう一つの f a w w i n ズリーグカップをちょっと見てみましょう。え、こっちはですね、設立が2011年ということで、割と最近。で、チームのね、参加数も24チームっていうことで、えー、さっきのカップに比べると圧倒的に少ないと。スーパーリーグのチームと、その一個下のリーグの、えー、チャンピオンシップのチームが参加する形になっています。ちょっと調べてみたところ、先ほどのカップ戦の方が重要視されてるみたいですね。こっちはですね、スポンサーさんが コンチネンタルってとこなのかななのでね、f a w i ミンズコンチネンタル、なんだろう、タイルかなちょっと正しい見方わかんないです。リーグカップっていう名前になってるそうです。で、スーパーリーグはね、皆さんご存知かと思うんですけれども、チャンピオンシップはね、あんまり見たことないっていう人が結構いるんじゃないかなと思いますけれども、私もね、ほぼ見たことないですけれども、バーミンガムシティとか、サンダーランドとか、クリスタルパレスとか、ね、こういったチームがいますね。で、このリーディングはね、去年までスーパーリーグにいましたけれども、このリーグに行ってからも、ちょっと調子が悪そうですね。 これまでの勝者はね、こんな感じで、アーセナルかシティかチェルシーが優勝してるっていう感じですかねで。意外とね、今、チャンピオンシップの方にいるバーミンガムシティも強いですよね。リン、リンコルン聞いたことないな。ブリストルシティね、3年前準優勝してるんですね。で、こちらの決勝戦は3月のね、31日に行われるということです。割とすぐですね。で、今後の試合はね、えー、こんな感じで1月の25からドドドと、 ある感じです、ね、このマンチェスター対決がね面白そうっていうのと日本人がいっぱいいるウエストハムとこのねチャンピオンシップのリーグの中でもナンバーワンになってるバーミンガムシティ。 この二つが対決する試合があるんですけど、ウエストハムはね、スーパーリーグから落ちそうってなってて、バーミンガムシティはもう次は上がれるんじゃないかみたいな段階になっている状況だと思うんで、ここはね、結構バチバチの熱い試合が見れるんじゃないかなと思います。このね、この二つは見たいなと思いますね。でね、試合はね、どっちもね、FA プレイヤーで見れるっぽいんですよね。ここにね。 アドのの方方ももコンンチネンタルの方も載ってるんで試合が見れそうな感じしますけど最近ね DAZON で配信される試合は映像の方はここでは見れなかったりとかそういうことがあるんでちょっとね本当にここで全部見れるかは私も分かってないです詳しい方がいたらぜひ教えてください ということでね、ウィーミンズ FA カップの方はもう今週末から試合が、えー、またあって、でね、もう一個の FA ウィーミンズリーグカップって方も来週末ぐらいかなそのぐらいから試合があるということで、えー、どちらもね、並行して楽しめるんじゃないかなと思います。またね、こういったカップ戦についても、えー、面白い出来事とかがあったら動画にしていきたいなと思います。ということで、また明日